シアトルはアメリカ海軍の補給艦。サクラメント級高速戦闘支援艦の3番艦。艦名はワシントン州シアトルにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目である。シアトルは1965年10月1日にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍交渉で寄港する。1 9 6八年三月二日にウィリアム・エム・アラン夫人によって命名。 浸水する。1969年4月5日、ブルース・キーナー三政艦長の指揮下収益した。成長公開の後、シアトルは1969年9月24日に、ピュージェット・サウンド海軍交渉を出港、ノーフォークへ向かう。途中ロングビーチ、サンディエゴ、アカプルコ、パナマ運河及び、ニューオーリンズを訪れ母校のノーフォークには11月22日に到着した。 シアトルはグアンタナモ湾で成長訓練を行うため1970年1月2日にノーフォークを出港し1月13日に空母アメリカと並走、給油を行っている1月19日にグアンタナモを出港再び訓練を行った後ハイチのポルトープランスを訪れ1月26日にグアンタナモに帰還した 演習及び戦闘訓練の後、シアトルはフロリダ州、メイポートからノーフォークに向けて出港、2月12日に到着した。2月26日にシアトルはタグボートと衝突し、燃料タンクを損傷2時間にわたって油を流出させた。油はすぐに除去作業が行われ、損傷は軽微なものであった。シアトルはノーフォークを8月27日に出港。 初の海外任務を行う。9月6日にポルトガルのリスボンに入港、8日にはスペインのロタに停泊する。翌日ジブラルタル海峡を通り抜けてシアトルはコンコードに貨物を積み込み、シチリア島のアウグスタ経由で東地中海へ向かった。ヨルダン内戦により地中海の緊張が高まり、シアトルは空母サラトガの補給支援及び護衛を行った。同月末には リチャード・ニクソン大統領から両間11隻と共に、歓迎図を受ける。シアトルは、地中海東部で、サラトガの支援を続け、10月20日には、ギリシャのアテネに入港した。10月29日に、アテネを出港し、11月9日には再び、シチリア島のアウグスタに入港、補給と給料を行った後、11月12日に、イタリア海軍最大の基地タラントに入港した。 11月16日にタラントを出港すると、第6艦隊の艦艇に対し補給作業を行い、その後11月25日から12月1日までナポリに停泊、12月8日から14日までスペインのバルセロナに停泊した。その後フランスのビラフランシェに年末まで停泊した。シアトルは1971年1月6日にシチリア島南東での作戦行動に入る。 1>, 1月17日から22日までナポリに停泊、その後ヨニア海で活動した後2月20日までバルセロナに停泊、キロに入り3月1日には母校のノーフォークに到着した。シアトルは8月10日にプエルトリコに向けて出港、8月13日にルーズベルトローズ海軍基地に到着する。プエルトリコ、バージン諸島、グアンタナも及び、 ハイチで活動した後10月11日にノーホークへ帰港する。12月1日、シアトルはバージニア州クラニーアイランドを出港し、6ヶ月間の地中海配備に入る。12月9日にスペインのロタに到着、翌日シチリア島のアウグスタに向かい16日に到着する。12月19日にナポリに向かい、クリスマスを同地で過ごした。 12月28日にナポリを出港、バルセロナには大晦日に到着した。7ヶ月に及ぶ地中海配備の完了後、シアトルは1972年6月29日にノーフォークへ帰港した。その後4ヶ月間にわたってノーフォークから活動し、10月24日、第6艦隊の予定外の配備のため出港した。シアトルは 地中海西部でのオペレーションバイスタンダーに参加し、ノーフォークに寄港する前にナショナルウィーク14演習に参加、ノーフォークには12月19日帰還した。シアトルは1972年の残りと1973年前半の半年間をノーフォークからの活動で過ごす。6月に海外へ展開し、12月1日に再びノーフォークに帰還した。 シアトルは2004年6月にジョン・ F ・ケネディ空母戦闘団の一部としてペルシャ湾に展開した。2004年8月12日にシアトルはインドネシア船籍の貨物船エド・ハツーの乗組員12名を救助した。生存者はイラクのウムカスルに送り届けられた。2004年12月14日にシアトルはノーフォークへ帰還した。シアトルは2005年3月15日に退役した。 ありがとうございます。